今より300年前、この世界レファルシアでは魔導士たちにより数多の魔法が生み出されていた。その中でも賢者と呼ばれた魔導士エルピスは、その類まれな魔法の際で、ある一振りの剣を作り出した。アマルの剣。魔力を捧げれば、それに見合うだけの望みを叶えるというその至宝の誕生に誰もが歓喜した。ある者は不治の病の回遊を願い、またある者は干上がった土地に恵みの雨が降り注ぐことを願った。アマルの剣は人々に奇跡を与え、幸福をもたらした。だが、もたらされたものは幸福だけではなかった。ある時、アマルの剣を悪用する者が現れた。ひとたび道を外れれば秩序は乱れ、それまで幸福をもたらすために使われていたアマルの剣は、人々の際限なき欲望を満たすために使われるようになった。それを嘆いたエルピスは、人々の手からアマルの剣を取り上げると、ある土地に封じ、その在りかを記した地図を各所に碑した。やっと都に着いたぜ。ずいぶんとお疲れだな。そりゃそうだろう、クーガ。その割にすっきり。まあな、オイラはひよ。なんだよ、しそんなわけないだろう。オイラがいっ、そんなのお前が。いや、そんなことないって。そうだな、わかった。